嬉しい。親父のフレンチトースト作ります。親父のフレンチトーストいいね。あの料理したことないおじさんでもできる、あの家庭でもできる、フレンチトースト。パパやジージも真似できる世界の技。めっちゃ気になる。まずはこのソースから。ソースも、塩キャラメルのソースです。塩キャラメルのソース、はい。これ本格的すぎるじゃん。これできる。材料はこちら。生クリームはスーパーで簡単に手に入りますよ。まずは砂糖をキャラメル色になるまで煮詰めていきます。このままの状態で放置しておくと、どん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 色が進行していきます。これで一旦、氷につけます。火を、あの色を止めます。で大体これぐらいの色ですね。次に生クリームを加え加熱しながら混ぜます。これでキャラメルなんだ。そこに塩をひとつまみ。よーく混ざったら冷ましてソースは完成。あっという間にできました。お寿司のパンつけたで。美味しそう。これこれ。続いてトースト部分。こちらも達人レシピでスイーツ初心者でも簡単に。材料はご覧の通り。ちなみに食パンは分厚いほどリッチな食感が楽しめるそうです。まず砂糖と卵黄を混ぜます。そこにバニラエッセンスを数滴垂らし、沸騰寸前まで温めた牛乳を少しずつ加えながら混ぜていきます。通常ならここでパンを卵液に浸しますが、その前に家庭で例えばあのフレンチトーストを作ると、こういったことを多分やらないと思うんですけど、鍋に戻します。弱火で加熱していきますね。濃度がどん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 ついてくることによって、よりコクのある、フレンチトーストができます。この作業をやることによって、通常の、フレンチトーストよりもぐっと、レベルが上がります。加熱は卵液にとろみがつくくらいまで。そして次に使うのが食パン。食パン、これね、日にちの経ったもので全然問題ないです。ちょっと分厚くして作ります。パンを卵液に浸します。浸透しやすくするにはフォークで軽く押すこと。続いてこのフレンチトーストの特徴であるあれをトッピング。アーモンドスライス。これはスーパーでも売ってるアーモンドスライスですね。こういうことか。アーモンドスライスを全ての面にたっぷりと。食感をプラスするために焼き方にもコツが。いや、これレストランの料理みたいじゃん。はい、そうしましたら、オーブンまたはトースターで焼きます。普通はフライパンで焼きますけど、オーブンで焼くっていうところで食感がだいぶ変わるっていうのと、卵の力でふわっとなります。ちょっとスフレ状な、フレンチトーストっていうところで、オーブンの中を200度まで熱した状態で生地を入れます。焦げないように様子を見ながら8分から10分。焼き上がりはこんな感じ。わー、美味しそう。どうですか、デラメちゃん。美味しそうでしょ。デラメちゃん美味しそう。うわー、モードがいい感じに香ばしく、ね、最後は盛り付け。でもこんな綺麗にできないと思ったあなた、大丈夫。簡単におしゃれにしてしまう技も伝授してくれました。カレーのスプーンで1杯分だけ落とします。ゴムベラでソースを伸ばしますね。まっすぐ伸ばすだけ。お皿全体を大胆に使うことでぐっと
高級感がアップ。少し中心を外してトーストを置き、粉砂糖を振りかければ、はい、完成しました。親父のフレンチトーストです。いやー、さすがです。普通の食パンが達人の技で、おしゃれなフレンチトーストに大変身。アレンジでアイスクリームを添えればよりゴージャスに。柴田さん、食レポお願いします。まあ、絶対うまいな。絶対美味しいんですからね。もうキャラメルソースをしっかりこうつけてもらって、アイスクリームがあるとね、非常にこう温度差の対比があって美味しいですね。何これ、こんな感じで。いただきます。始めたのが、ファンの皆様のためにね、スイーツで